ローマの休日、ローマの休日、ローマの休日、現代、ローマンホリデーは、1953年製作のアメリカ映画、ウィリアム・ワイラーが製作、監督した、イタリアのローマを表敬訪問した某国の王女と、彼女が滞在先から飛び出し一人で、ローマ市内に出て知り合った、新聞記者との切ない24時間の恋を描いている、レビの泉や、真実の口など、 ローマの名だたる観光スポットを登場させていることでも有名である。新聞記者をグレゴリー・ペック、王女をオードリー・ヘップバーンが演じている。当時新人だったヘップバーンは本作により1953年のアカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞している。この他に衣装のイーディス・ヘッドが最優秀衣装デザイン賞を、また脚本のヤン・マクレラン・ハンターが 最優秀原案賞をそれぞれ受賞した。ただし、本作の脚本は、実際には、ダルトン・トランボが執筆したものである。当時のマッカーシズムによる赤狩りでトランボは、ハリウッドを追われていたため、名義を借用したものであった。アカデミー賞選考委員会は、1993年に、トランボへ改めて、1953年、最優秀原案賞を贈呈している。 監督のワイラーと脚本のトランボが男女の出会いと別れという月並みなテーマをフレームに映るすべての事実の積み上げと互いの細かい感情のやりとりから普遍的なおとぎ話にまで昇華させた映画となった。ヨーロッパきっての古い歴史と伝統を持つ某国の王女案はヨーロッパ各国を表敬訪問中であった。最後の滞在国であるイタリアのローマで過密なスケジュール。 疲労感と自由のない生活への不満により、ついにアンはヒステリーを起こしてしまう。その夜、密かに城を抜け出した王女は、直前に撃たれていた鎮静剤のせいで、無防備にも、路傍のベンチでうとうとし始める。そこに通りかかったのが、アメリカ人新聞記者のジョー・ブラッドレイだった。見かねて解放するうち、いつの間にか王女は、ジョーのアパートまでついてきてしまう。眠くて、 仕方のない王女は、死を朗読して寝てしまう。翌日の昼になって、彼女の蘇生に気づいたジョーは、王女の秘密のローマ体験という大スクープをものに、ようと職業を偽り、友人のカメラマンであるアービングの助けを得て、どうにか王女を連れ歩くことに成功する。アンは、市場での散策を楽しむ。まずサンダルを買い、美容院で髪の毛を短くし、 スペイン広場でジェラートを食べる。その後、ジョーとベスパに二人乗りして、ローマ市内を回り、真実の口を訪れ、サンタンジェロ城前のテーベレ川でのダンスパーティーに参加する。その様子をアービングが、次々とスクープ写真を撮っていくうち、永遠のと、ローマで自由と休日を、生き生きと満喫するアン王女と、新聞記者のジョーの男女仲は、次第に近づいていくのであった。 ローマの休日の日本初公開は、1954年4月27日、東京地区であったことになっているが、正確にはそれより6日早く、4月21日に、長崎県佐世保市の佐世保富士映画劇場で先行して公開されている。なぜ東京より遥か離れた長崎県で最初の公開となったか、その事情はつまびらかではない。また4月23日には、 名古屋市の名古屋ミリオン座で封切られ、28日間の工業で名古屋地区洋画工業会始まって以来の大入りとなった。他の地方都市でも東京よりも早く公開されている。ほぼ4週間のロードショーの後に東京では6月21日から早くも一般公開、いわゆる二番館での上映している。この一般公開も東京よりも各地方都市の方が早かったようで、 ヘップバーン旋風は必ずしも東京から地方へ流れていたのではなく全国同時現象として1954年春に起こった2002年にアメリカンフィルムインスティチュート AFI がアメリカ映画のグレイティストラブストーリーを集めていった情熱的な映画ベスト100においてローマの休日はカサブランカ風と共に去りぬウエストサイド物語に次いで第4位で めぐり合い、追憶、く、ドクトルジバゴ、素晴らしきかな、人生。ある愛の歌より、上位となった。また、同じ AFI が2008年に行った、ロマンティックコメディ映画の部門でも第4位、トップは、街の灯りとなっている。本作の脚本家であるダルトントランボが、このかわいい王女の独創的な物語を書き上げたのは1940年代半ば頃で、 当時の映画制作会社リバティ社がこの脚本の映画化権を取得したが、取得にあたって映画監督のフランク・キャプラが大きな役割を果たしている。1948年にリバティ社がパラマウント社に買収された後にキャプラを監督にして制作に入ることになった。この時、キャプラがエリザベス・テイラーとケイリー・グラントでの配役を提示したが、 映画制作費で会社側と折り合えず、結局キャプラは降りてしまった。その後、この企画はしばらく宙に浮いたままだったが、1951年初めに、ウィリアム・ワイラーがこの脚本を知り、ローマでの撮影を条件に強い関心を示して、ワイラー監督でパラマウント社は制作に入ることとなった。制作時に、アメリカ本国では、ジョセフ・マッカーシー上院議員らによる、 赤狩りと呼ばれるマッカーシズムが吹き荒れ、日米活動調査委員会での共産主義者、排斥運動が行われ、映画産業でもハリウッド剣と呼ばれた人物たちがパージされた。本作の脚本家であるトランボもその一人であったため、友人の脚本家、イアン・マクレラン・ハンターが本作の脚本にその名前をクレジットした。ワイラーがローマへ携えた走行は、 トランボの脚本をハンターが手直ししたものであった。ワイラーはイギリスの作家を雇い、その走行に磨きをかけて制作中に新たなシーンを書き加えさせた。そのため、1953年に映画が公開された時には画面に出された脚本家のクレジットはハンターとダイトンが共有した。1950年代からアメリカ映画は、 ハリウッドを離れてヨーロッパなどで撮影するケースが増えていた。本作の物体がローマであったことから、ワイラー監督は最初から撮影場所を現地ローマとして、スタジオ、チネチッタ撮影所にする決定をした。これは、制作費が低く抑えられたために、人件費が安く、また当時チネチッタなど、イタリア映画も好調で優秀なスタッフが揃っており、人材面での不安がなく、また、 アメリカの観客がヨーロッパの文化を授与しやすかった点なども海外ロケの要因にある。イタリア側も映画産業に対し協力的であった。これは観光産業が目的で本作で紹介される名所はスペイン広場、バントオン、コロッセオ、真実の口など枚挙に暇がない。またヨーロッパの工業製品として世界中でヒットしたスクーターのベパー。 小型車のフィアットを登場させている。何より大きな影響を持ったのはファッションモードが世界へ発信された点にある。繊維産業により外貨を稼ぎたかった欧米のメッセージは大きな反響を呼び、ヘプバーンもヘプバーンといえばジバンシーとされるほど映画のみならずファッション革命のヒロインに成長していく。日本でもヘプバーンサンダルなどの名前が残っている。 この作品の撮影に入ったのは1952年夏であったが、この年の夏はローマにおいて20世紀で最も暑い夏の一つとして記録されるほどの地獄の夏であった。出演者はメイクが流れ落ち、頻繁にメイクアップをしていた。街は湿気でサウナに変わったと言われている。この作品で最初にヒロイン候補に上がっていたのはエリザベス・テイラーであった。しかし、 監督のフランク・キャプラが高額の制作費を要求したため、スタジオはキャプラを降板させ、代わりに、ウィリアム・ワイラーに、白羽の矢が立った。ヒロイン候補には、ジーン・シモンズの名前も上がっていたが、ワイラーは、主役はスターである必要はない。アメリカなまりのない、王女の風格のある女性が欲しいとして、主役を自由にキャスティングできることを条件に、監督を引き受けた。そして、 ヒロイン探しに頭を悩ませて、ロンドンに行き、何人かの志願者に会っている。この時、オードリー・ヘプバーンはまだロンドンにいて、ワイラーに会っていた。この後にワイラーは、パラマウント社ロンドン支社のリチャード・ミーランド、制作部長に、オードリーの写真と報告をニューヨークに送らせている。1951年7月頃のことであった。当時、オードリーは、映画界では無名に近い存在で、 体型も女優としては痩せすぎであったが、その彼女をロンドンのパインウッド撮影所に呼んでスクリーンテストを受けさせ、そのフィルムを見たワイラーがヒロインに抜擢することを決めた。この時、緊張気味にフィルムに収まっていた彼女がテスト終了を告げられて、破眼した時の笑顔が飛び切り良くて魅了されたと、あと語っている。グレゴリー・ペックも彼女の才能を認め、 新人であるにもかかわらず、自分と同等のクレジットを与えることに同意した。しかし、彼女にはそれ以前に声がかかって、ブロードウェイで上演される、ジジの主役に抜擢されており、この直後に船でニューヨークに向かった。そして、ブロードウェイでおよそ6ヶ月の公演が続き、ローマの休日の撮影に入ったのは、主演に決まってから8ヶ月後の1952年6月であった。 ワイラーの演出は非常に凝っており、同じシーンの撮影に何回も繰り返すことで有名であった。スタジオでの撮影では、ワイラーの要求が多すぎて何度もテイクを繰り返すことが多い。ところがこの作品では、ローマ市内での屋外ロケが多く、制約が多すぎて、カットをわずかな回数に限定せざるを得なかった。これはオードリーにとっては幸運であった。しかし市内の観光名所や、 公共施設で撮影するので、騒音対策、交通整理、パパラッチ問題に悩まされて、移動の度に見物するファンの群れにも対応せざるを得ず、暑い夏で大変な作業を要したと言われている。ペックとワイラーは、新人、ヘプバーンの女優としての力量を引き出すために不信した。真実の口のシーンの撮影では、二人は一景を暗示、本番で真実の口に手を突っ込んだペックは、 本当に手を噛みちぎられたように演じた。ヘップバーンは驚きのあまり本気で叫び声を上げ、元のリアクションを見せた。この自然な演技は二人を十分満足させるものであり、一テイクで OK が出た。ローマ市内を二人がスクーターで走る場面は、この映画の代表的なシーンになったが、わずか三分のシーンであるのに撮影には六日間を要した。しかし、 テックの運転するスクーターの後ろに横座りして首にスカーフを巻いたヘプバーンの姿は1950年代を象徴するイメージとして記憶されて映画の伝説になった。映画の中盤にアン王女が市内に出て美容院で髪を短く切り美行してきた新聞記者ジョー・ブラッドレーがスペイン広場で偶然の再会を装って二人が語り合う場面がある。 上映時間にして2分にも満たないが、その時に階段下から撮った。カットで後継に教会の首脳の下の時計が映っている。カットの度に時計の針が大きく動いており、それぞれカットが何時何分に撮影されたかが分かり、ここからスペイン広場の撮影に3時間以上も費やしていたことが割り出せる。まず、アン王女が広場の階段の端に座っている時に。 ジョーが声をかける、最初のカットでの時計の針は8時10分で、9秒後に同じアングルで、ジョーが、アンの横に座ろうとしたカットでは9時15分を、指、ジョーが、アンの横に座った後にアップしたカットでは11時25分、そして一緒に、市内観光に行こうと合意して立ち上がったカットでは10時20分を、指している。同じ位置から撮影するので、 この場面の最初と最後のカットをまず取って2時間以上を要し、二人が横並びに座って会話する場面を階段下からと階段上からの2方向から撮影したので、後方の時計が11時25分を指す時刻まで撮影していたことになる。かつてローマの休日を語るときに必ず映画ファンの間で話題になったスペイン広場の時計であるが、 デジタルリマスターされた際にこの時計の針は修正されており、以上のことを直接には確認できなくなっている。本作は作品中、オープニングタイトル、エンドロールなどに著作権表記がなかったため、公開当時のアメリカ合衆国における著作権に関する法律、方式主義により、著作権の権利放棄とみなされ、パブリックドメインとなった。なお、同じくヘプバーン主演の シャレードも同様にパブリックドメインとなった。日本においては1953年昭和28年上映の映画作品は2003年平成15年12月31日をもって著作権法による著作権の保護期間が終了したものと解釈されたことから2004年平成16年1月1日以降いくつかの会社から格安。 DVD としてリリースされた。パラマウントピクチャーズは日本では著作権が存続していると主張して販売差し止めと損害賠償を求めて民事訴訟を起こした。2005年平成17年7月11日、一審の東京地方裁判所民事47部はローマの休日について著作権の保護期間は終了したとして、 パラウントピクチャーズの主張を全面的に退け、パラマウント側の敗訴となった。パラマウントは、この東京地裁判決を不服として、東京高等裁判所に控訴したが、戦術の見直しを理由に、東京高裁への控訴を取り下げ、東京地裁判決が確定判決となり、ローマの休日は日本でもパブリックドメインとして扱われることになった。なおパラマウントが、 同じ著作権の存続を理由に裁判で争っていた、西部劇、シェーンについても、一審、二審ともパラマウントは敗訴して最高裁に上告したが、2007年、平成19年12月18日、最高裁がパラマウント側の主張を退け、著作権は消滅しているとの確定判決が下されて、この著作権問題は決着した。 1987年にはアメリカでリメイク版のテレビ映画新ローマの休日がキャサリン・オークセンバーグを主演にして放映された。日本でも映画制作50周年を記念した2003年にデジタルニューマスター版のスペシャル DVD が販売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。